奴らはあれを狼を捕らえる罠に使ってる。残りを破壊できるかやってみて。
いや、調子は。のんびり音楽でも聴きたいとこだな。ジョセフを地獄に送るまでは終わりじゃない。祝いたいとこだが、あいつに罪を償わせないと勝ったとは言えない。お疲れさん。一つだけ正しかった。信じられん。ジェイコブを倒した奴が目の前にしておいた方がいい。馴染みの顔がいると安心する。クーガーには背を向けられねえ。こんな音楽を聴いてるのは80過ぎの老人ぐらいだろ。
んたは正しいことをした。動物にやられたのか。
カルト信者はおじけづいてるわ。よう相棒、俺だ。聞いてくれ、ジップが昨夜また来てエデンズゲートのことで文句を言ってた。奴らが祝福とかいうので動物を怪我してるらしい。奴は昔お前のところで働いてたみたいだが、今は陰謀論に取り憑かれてる。シードに従わず動物を逃がしてくれと言ってきた。それがグローバリストの陰謀を止める唯一の方法らしい。そうだ、つまりシードからもらえる金を受け取るなってことだ。いいか、俺がいない時にジップが来たら嘘をつくんだ。とにかく奴の意見に賛成して出ていくように仕向けろ。間違っても洗脳されるなよ。ペットにはリードをつけるべきよ。奪われる前に冷凍食品を隠しておいて正解だったわ。